ご通行中の皆様、ただいまお話ししていただきましたのは、北中城村よりやってまいりました比嘉隆夫さんより、本当にいろいろやはり生活に対する思い、やはり変えていきたい、この政治の環境を、切実と訴えていただきました。やはりお一人お一人のこのような、思いが令和新選組には本当にリアルタイム生の声として届いています。今ありがとうございます。ありがとうございます。いってらっしゃい。よく沖縄、どちらの地域でもあると思いますが、居酒屋とかで宗教や政治の話はしちゃいけないんだよっていうような、タブー視するような、そういったお話がよく聞こえてきますが、本当にそうでしょうか。自分たちの身の回り、身近なところで本当に必要な話し合いができない、そういった場を止めるような政治を私たちは変えていきたい。日頃から裏も表もなく、みんなで話し合いをしながら前に進めていけるような政治を作っていきたい、そういう思いで今回令和新選組はここ豊見城市、そして沖縄4区と言われている宮古島や八重山諸島、与那国に至るまで、そういった大きな広大な範囲、そして日本という国の大変海洋資源の多くある場所で、政治のこの情勢を変えていく、立て直していく、その思いで私たちは活動を一歩一歩進めているところです。先ほど来、消費税の廃止やインボイスのこの制度の本当に考え方が全く異なる今の政府の状況に大変危惧する声も多くありますが、先ほど私、豊見城市の市役所前でも演説をさせていただきました。その際の一つのフレーズ、ポイントとしては、豊見城市は全国一子どもたちが多い町、人口比率で全国一子どもたちが多い町がここ豊見城市です。6万6000人余の人口の中で、平均年齢が40歳、41歳、それぐらい若い世代が多くいる町がここ豊見城市です。そういったこれから夢と希望、未来あふれるその環境をどうやって作っていくのか、そしてこの30年間政治の堕落によって経済は本当に壊され、皆様方の所得は全く上がっていない状況、この所得が上がらない状況、皆様方は10年前、20年前の今の所得と、そして当時の物価と比べて、今賃金が当たり前に上向きにいっているような企業なんて本当に一握りだと思います。多くの方々は大変厳しい中、所得も上がらず、なんとか生活をしている状況。10年前、15年前は一銭町アゴアで1個のおにぎりが60円で買えました。そしてガソリンも90円台でガソリンも入れられたと思います。しかし今見てください、1個のおにぎり120円から180円もして、ガソリンも170円台と倍以上に今高騰している状況です。そのような所得が上がらない中で物価高、その国民の苦しい中で、政府は一向にその聞く力を持たず、国民に、県民に負担だけを押し付けていく、そういった状況を令和新選組は皆様方の先頭に立って変えていきたい。そしてこの国、沖縄県、日本のオーナーであるのは総理大臣じゃありません。総理大臣は雇われ店長、この国のオーナーは皆さんなんです。ぜひお一人お一人がその日本という会社の株主として大きな声を上げていただき、変えていけるものは変えていく、悪性で皆様方の環境が窮屈になった場合は、
その環境を変えていくために一人一人の力が必要なんです。ぜひともこの国のオーナーの皆様方に令和新選組の思いを共有していただき、一歩一歩前進できるようにお願いをしたいと思います。そして今日ここ尾長北交差点後ろの方に沖縄県立富城南高等学校というふうにあります。私はここの11期生卒業生です。そこで高校から大学に進学をする際に、全国の大学高校生の方々は2人に1人が奨学金制度を活用していると伺っています。そして大学もずっとその奨学金を活用して卒業をし、社会人になってからこの借りた奨学金を返すというリスクを背負いながら勉強に励んでいる学生が多くいます。国からお金を借りて利息を払いながら社会人になって借金を払う、そのような学校の教育環境、本当にこれが普通だと思いますか皆さん。約その奨学金を借りている方々は全国に596万人もいると言われています。しかしながらその596万人奨学金を借りても約9兆円で全てがチャラになるんです。その596万人の社会人学生を救済するに当然足りる救済の価値のあるお金だと私は思います。学校の教育無償化を訴えている政治家政党が多くいますが、そういったところからしっかりと救い上げていき、働きやすい環境、そして少子化というものの歯止めを効かすために、本来のあるべき予算の使い方、そういったところで9兆円や大学院までの教育無償化は約5兆円と言われています。足しても14兆円なんです。しかし今回は皆様方ご承知の通り、国会の議論もなく防衛費の増額予算43兆円が閣議決定されてもう進んでるんです。利息も含めれば60兆円とも言われています。そのような国民議論の無視をして、学校教育、そして先ほど来申し上げた奨学金も多くの国民若い方々に利息だけ借金を背負わせ払わせ、負担を強いながら防衛費は増額する、そして増額したこのお金の返し方は国民からしっかりと負担を取っていくという岸田総理の発言もあります。そういった負担ありきの社会を変えていくため、令和新選組はこれからも多くの皆様方と共に、企業のバックもない、宗教にバックもない、お一人お一人の力、この国のオーナーである皆様方と共に日本という大きな会社を立て直していきたいと思っています。ぜひとも豊見城市民、そしてご通行中の皆様方にも、子や孫のためときれい事を言う政治家、そういったことではなくて、形ある本来の令和新選組のような真の戦う野党の政党にお力添えを賜りたいと思います。今回の多くの市民の声をしっかりと受け止め、私たちこれからも毎日毎日コツコツ日々邁進してまいりますので、どうぞ皆様方の叱咤激励ご声援のほどよろしくお願い申し上げ、この場からの訴えとさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。
でサノス県の会 OK 消費税廃止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 生野菜減税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 4区は等しい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 裏金議員は逮捕裏金議員は逮捕逮捕裏金議員は逮捕裏金議員は逮捕逮捕ひとしのひとしのし